いまより門祖日流聖人550回御恩記記念大法要第3日目第4座高尊日常聖人御唱道のもと厳修させていただきます。高祖日蓮大寺の滅後100年、時代は鎌倉から室町へ移った南北朝の末期。相次ぐ戦乱に政治は混乱し、人々は大きな不安を抱えていました。真実の仏法による平和を目指された日蓮大寺の教えは混乱の中で失われ、ここ楽屋の地にわずかな名脈を保つのみとなりました。乱れた世、濁った教え、濁り乱れた濁流を清く澄んだ流れとするべく生涯を捧げられたお方、そのお方こそ日流聖人です。仏流街道日蓮聖人はこの君の今さざりせば当つ親の清き流れを誰かくまましとご教化を残されました。最高聖道門祖日流聖人がいらっしゃらなければ、お祖師様の教えを誰が受け止められただろうか。門祖聖人のご入滅から550年、現代も厳しく険しい時代です。特に法恩御奉公の最中に日本を襲った東日本大震災は、私たちに菩薩行実践の大事を突きつけました。門祖聖人への法恩御奉公、仏流菩薩を育てる運動とは、清き教えを受け継ぐ愚図の人づくりでした。教務員増加、補助業の実践による役中養成、聖宗徒育成、世界中の仏流青年の新たな交流、門祖聖人に捧げた種まきの御奉公は、今厳しい冬を越えて再びの春へ歩み出します。門祖日流聖人550回御恩記記念大法要。Lord.
心を全部受け持って五体これすなわち五心の三世具足三十世間なり釈門十心本に今だこれを説きたまわず提供のうちにおいてもに君塾の栄過去の本門の肝心な無明法提供のご時において我仏なおもんじゃ不毛にこれを付属したまわず他に言わんやその意義をやただ自由せないを召して八本を説いてこれを付属したもその本尊の堕落本寺の娑婆の上に仏に立ちの妙法蓮華経の左右には釈迦牟尼仏大宝仏釈尊の教示は如如等の四菩薩門者六等は四菩薩の眷属としてます座に諸子天覚月景を見るが如し法の諸仏大事の上に処する和釈仏釈道を仏するがゆえなり覚の如時の本尊は在世四十四年にこれなし八年の今ただ八本に限る本庁舎も日蓮御先代近代非代恩御舎南無妙法
南無末法右縁の大道師高尊智蓮大菩薩大慈大悲大恩法者南無蓮師御神本人下手最高聖道門祖日流大聖人大慈大悲大恩法者東山回帰中老越後の阿蛇林智弁聖人法雲中高日中聖人と代々の戦士聖人御法恩社徳南無本門仏流修開発共同日戦聖人大恩法者第二世公有日門聖人第三世公有日随聖人第四世公有日教聖人と歴代の公有戦士聖人以降倍増法恩社徳願わくは消防交流世界平和天長寺中国土安穏五国豊穣万民家楽一天司会会期妙法五百歳中高専留夫無料断絶御法前において慎みて厳重し立て祀る本日ここに本山本門仏流修本山有政寺御法前を証言し修門教皇参列のもとうやうやしく主するところの法要一座は蓮師御神最高聖道門祖日流大聖人五百五十回御恩期記念大法要なり本山の一陣特会の一敵を射し立て祀る大慈大悲大恩法者願主本門仏流修つらつらをもん見るに高祖の滅後百四年その御聖流恩物戦時我が門祖日流聖人出現し高祖第三下手の法門八本正寺上女養父の衆には再興されたりしかして今寛正五年2月25日の御入滅より正僧を数え550回御恩期の荘園に相立て祀る我ら衆門人はこの一大事因縁に随記し、平成22年度より3カ年にわたる法恩御奉公を請願し、仏流菩薩を育てる運動のスローガンのもと、愚通の人づくりを展開せり、されど、司会奇妙の素願達成は道はるか遠く、かつまた険し、この御恩期を契機に、ますます二人の精進を重ねんことを誓い立て祀るものなり、願わくは三宝諸尊我らが備中を愛民の受せられ、大慈大悲の御力を添えたまい、当衆ますます繁栄相続なさしめたまわんことを、官能道教愛民の味は、愚通高専釈福成就当衆繁栄、本門八本諸賢上女諸殿本人下手の南妙法蓮華経南妙法蓮華経
殿において慎みて厳重し奉てまつる宗門は門尊知立上人550回御御忌をお迎えするにあたり、平成22年の住職局長大会において3か年の法恩ご奉公を発願し、昨年度終了までに教務員増加請願常住32名、巡回助尿年間60回以上達成者8454名、清修と充実43816個の成果を報告す。願わくはこの度の愚通の人づくりの成果として育成されたる面々、在所消滅信用増進愚通の放棄となさしめたまえ、官能同調愛民能樹、なお慎んで厳重し奉てまつる御訪問弔問の面々、法財消滅信心増進御奉公成就厳等にせ心安満足、本門八本所見上尿所伝本人下首の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。一粒上人550回御御忌法恩御奉公において新たに得度された第四市長神奈川府教区妙元寺静江将軍師徒弟浜田源氏氏による前座御訪問を弔問させていただきます。報酬恩同士並びにご出座の教務方は下陣に向きを変えてお座り直しください。本門八本所見上行所伝本人下首の南無妙法蓮華経。示しのご教科でございます。このご教科は妙法にお出会いした自分の幸せに気づき感謝のできる信者となることが大切、私たち仏流信者のご挨拶ありがとうございますの
心を教えていただくご教科でございます。何もよし、人と生まれて要望に、愛し絵にしはありがたの宮。同じ人間に生まれても幸せな人、不幸せな人、健康な人、病弱な人、良き友に恵まれる人、そうでない人と、それぞれの家宝によって人間の一生には大変な違いが生じるものでございます。その中で私たちは妙法にお出会いすることができました。このご縁を喜び、我が身の幸せに気づくことが大切でございます。海道日泉上人は妙光一座で、ああありがたや、まれに妊娠を終え、たまたま仏法に会えり、しからずは生涯餌食の極につながれ、妙理の網にかかりて、いかれか六道の巷をいでん、とお示しでございます。門祖日流上人は、我が身は悪人なりと観念してとお示しで、強欲でエゴの強い私たちが、もし恩題目のご信心を忘れたならば、一生を無駄にし、将来永遠に救われることがないと教えられております。またこの世の中も、仏様が法華経に、三害は安きことなし、なお固くのごとしと説かれた通りになっております。この苦しみの世界から、私たち衆生を、そしてこの地球を、現在未来にわたって救うために、御仏が説かれた唯一の教え、御仏の命が妙法の恩題目なのです。その恩題目にお出会いしたのが、私たち仏流信者でございます。今こそこの幸せに感謝し、人間を、社会を救う上行諸念の実り、御題目を我も唱え、他にも伝え、届けるお経家のご奉公にしっかりと励ませていただきましょう。ゆえに、ご教科に何もよし、人と生まれて酔う
望に愛しえにしはありがたのみや本門八方諸賢上行諸伝本人下手の南無妙法蓮華経法蓮華経
南無久遠実行釈迦文如来称名法華多聞
御法殿において慎みて厳重し立てまつる。本日ここに本門仏流宗本山有政寺御法殿を称願し、宗門教皇参列のもとうやうやしく主するところの法要一座は、蓮師御神最高聖道門尊智龍大聖人550回御恩期記念大法要なり、本山の一陣特会の一滴を射し立てまつる大慈大悲大恩法者願宗本門仏流宗、余計の功徳をもってはただいま参詣一座の面々在生消滅新人増進身体創建御奉公成就現世心中諸願欠成就成円満女風を空中一切無生下諸与恩徹海出在滅両亡苦渋自他安穏同期情弱本門八本諸賢上尿書伝本人下主の南無妙法蓮華経。ありがとうございます。門祖日流聖人三号歌を斉唱いたします。皆様ご起立ください。並びにご出座のお経務方は下陣に向きを変えてお座り直しください。皆様ご着席ください。ここで新業体験談を発表いただきます。発表いただくのは第十市長南九州府教区千訓寺所属鈴川末子さんです。よろしくお願いいたします。ご一度様、ありがとうございます。ただいま紹介に預かりました第十市長南府教区熊本県上益城郡千訓寺所属鈴川末子と申します。本日は
私が入信させていただくきっかけとなったご利益についてお話しいたします。私は平成19年7月本門仏流宗に入信しました。教教親の山崎幸子さんとは以前からお付き合いがあり、ことあるごとに仏流宗のご新人のお話を聞き誘われておりましたが、お断りしておりました。やがて主人が亡くなり、主人の弔いについて考えていたところへ、山崎さんからお題目でご栄光をすることの大切さやありがたさを聞き、一度お寺へ伺うお約束をいたしました。ところが、間もなくして一緒に暮らす長男が急に行方不明になってしまったので、数日が過ぎ、お寺へ伺うお約束の日となりましたが、それどころではありませんでした。山崎さんへ連絡することも忘れて、息子を探し回っておりましたが、お昼過ぎ、自宅へ戻ったところに、山崎さんからお電話があり、私も自分の置かれた状況を話しました。すると山崎さんは、すぐに私の自宅へ駆けつけ、小さなご本尊を見せて、今から仏様にご祈願をするので、一緒にお願いしましょう。息子さんが見つかるまで、朝まででもご祈願をしますからと言われました。息子はどこにいるかもわからず、藁にもすがる思いをしましたので、ぜひお願いしますと申し上げ、ご祈願を始めました。タンスの上にご本尊をお祭りし、30分、1時間、2時間とご祈願をいたしました。しかし状況は変わらず、私にはこの時間が無駄に思えてきました。ついに2時間もあったら、もっと息子を探せたのにと文句を言ってしまいました。しかし山崎さんはそんな私に腹を立てるどころか、逆に心配してくださり、最後に一つだけお願いがあるとおっしゃいました。それはご本尊をお祭りしていたお部屋がある他の神社仏閣のお守りなどを出してほしいということでした。今さら何をと思いましたが、もしかしたらという思いもあり、お守りや菩提樹からいただいたものを箱に詰め、お部屋から持ち出しました。すると部屋を出た瞬間に電話が鳴りました。慌てて出てみると、なんと今まで音信不通だった息子からの電話でした。体は元気であること、現在の居場所、そうして翌日には帰るという連絡でした。本当に嬉しくて涙が止まりませんでした。山崎さんも涙を流して喜んでくれました。方々笑いをした。まさにその瞬間にご利益をいただいたのです。その後、方々のことやご新人のことを疑い、ご新人のことをお伺い、すぐに入信しました。その後も様々なご利益をいただき、おかげさまでお経家も成就し、また班長としてご奉公させていただいております。これからもこの感謝の思いを胸に、困っている人をお救いできるよう、お経家のご奉公に精進させていただきます。ありがとうございました。鈴川さん、ありがとうございました。続きまして、表彰式を執行いたします。門祖日粒上人550回御恩記特別表彰第4号、寺院における勤続10年以上の隠徳奉仕者に対する表彰です。拝受者590名を代表して、第10市長南九州府教区長訓寺所属中原健吾さん、ご訪問台までお進みください。表彰状、中原健吾
あなたは多年にわたりよく陰徳を積み、寺院教会の護持に寄与されました。よって宗門は門祖日流上人550回御恩期記念大法要にあたり、そのご奉公をたたえ、今後一層の精進を期待し、本庄を呈し表彰します。平成25年4月下巻、本門仏流宗第25世交友日会御員。ありがとうございます。ただいまより高尊日常上人によるご訪問を聴聞させていただきます。本門八本所見上行所伝本人下手の南無妙法蓮華経。ありがとうございます。門祖日流上人の550回御恩期を4月27、28、29と3日間にわたりまして、合計16座お務めをさせていただきます。本日は第3日目第4座にお参詣をいただきました。ご遠方からお参詣ありがとうございました。時間が迫っておりますので、ご訪問を拝させていただきます。ご教化に苦しみて勤むる中におのずからありとし聞けり御仏の道。苦しみて勤むる中におのずからありとし聞けり御仏の道。ご信心ご奉公は苦しいことも多いけれども、その辛さをこらえて勤める中に、一人でに仏道が成就をし幸せを得ることができる。ですからご奉公はたとえつらいことがあっても、それに負けずに身を尽くし心を尽くしてさせていただきなさい。このようにお教えくださいましたご教化でございます。苦しみて勤むる中におのずからありとし聞けり御仏の道。ご奉公といいましてもいろいろございます。今体験談の発表がありましたようなお教化、育成、お参詣、お助教もそうです。お広報集とか
ご融資、布施供養、いろいろございますが、それぞれさせていただくには苦労が伴います。仏理宗のご信心に入れば良いことばかりが続くと思っていたのに、いくら苦労をしてもなかなか報われない。なんで私一人がこんな思いをしなければならないのかと、ご信心に疑いを抱きたくなる方もあるかと思います。けれども考えてください。私どものご信心というのは、言葉を変えて言えば仏道修行ということであります。世の中でも修行と言いますと、どんな修行でも苦労がいる。昔の武者修行というのがありました。武芸を磨くために諸国をへめぐり、他流の道場を訪ねて試合をしたり、時には一命を落とすほどの大変なものだったと言われます。また今のいろいろなお稽古ごと修行にしましても、踊りとか歌とか楽器の演奏とかいろいろございますけれども、これも朝早くから夜遅くまで師匠に仕え、教えを受けなければ上達はできません。お互いのご信心、仏道修行は世間一般の修行とは違って、これをさせていただくことが最高の功徳となり、我が身の幸せの種まきとなるのですから、少々の苦労はそれこそ勝手でもさせていただかなければ自分が損をします。辛くともそれを務めてさせていただけば、自然のうちに家宝がいただけ、ご利益となるのであります。仏様は法華経の華経湯品というご訪問の中で、何時今勤めて精進せば、まさに友に奉書に至るべし、何時今勤めて精進せば、まさに友に奉書に至るべし、このように仰せになります。今は辛くとも努力精進をすれば、一緒にみんなで宝のある場所、仏様のお悟りの境地、あるいはご利益のいただけるところ、そこに到達できる、こう仰せられまして、次のようなお話をくださいました。五百余順、これは昔のインドの、単位でございますが、今の距離で言いますと五百余順というのは5000km以上になります。この険しい道を通って宝のある場所へ行くキャラバンの一団がおりました。みんながもう疲れてしまって歩けない、やめたい、こう言い出しましたときに、先導をする賢いリーダーは、みんなが見えるあたりに神通力を持って
幻のお城を作りました。人々はそれまでならばということで頑張って進みまして、その城に入り休んで体力を回復をしました。その頃合いを見計らいまして、リーダーは仮の城を消し去ります。そうして、さあ皆さん出発しましょう、宝のあるところはもう少しです、こう励ましましたので、みんなはまた勢いづいて一斉に目的地へ向かったということでございます。これは仏様が人々を真実法華経に導かれるために、ご一生の間にいろいろの仮の教えをお説きになり、人々を励まされつつ法華経へとお導きになった、そのお慈悲を表したお話でございます。お互いの仏道修行はこの長旅のようなものでございまして、今までいくらやってきてもこれから先休んでしまったのでは今までの苦労が無になってしまいます。コツコツと一歩一歩進めてこそどんなご方向でも成就するのです。しかもお組や分に一人でもみんなの先頭に立ってやろうというようなお方があれば、みんながそれに励まされて一緒に大きな功徳を積めるようになります。そうして最後は凡夫が仏になるという最高の宝をいただけるのですから、その先頭に立って励ました先達の徳は計り知れません。本日ご参詣の皆さん方もお一人お一人が自分は少々の苦労をしてもみんなの先頭に立ってご奉公をさせていただこう、こういうお気持ちになってお帰りください。海道上人のご指南を拝させていただきます。少々長いご指南でございますが、お帰りになりましたら、お参詣のしおりの中に出ておりますので、もう一度拝していただきます。ご指南に、勤めというものはつらきものの、勤むれば楽しきものなり、そのつらきというは政府郵政寺の精進の尊蔵のご奉公、心の竹を勤めた人14か年ばかりなるが、夏の夜は涼しく寝よげなるも朝とくおきりで、冬の夜は長ければ寝余る心地すれども、寒うしておきりでがたきも朝参りの早きに負けじとて、勤めはつらきようなれども、心の底にまことの楽しみあり、その楽しみとはその勤めがやがて取りも直さず楽しみなりとは、その功徳広大無辺にして計りなし、高専ルフの大願この中より成就するものなり、故に苦笑信仰の勤め怠らざれば、未来浄土参拝は申すに及ばず、根性の諸願必ず成就せんこと疑うべきにあらざれとは、如来
無孔毛の金言なり。勤めというものはつらいものであるが、勤めているうちに楽しさが分かってくる。政府、これは街道商人がご自身のことをおっしゃっておられます。政府自身も有生寺の生きてましますお祖師様のご霊像、皆さんが今拝させていただくご法前の右側の方に金色のお寿司がございます。その中にましますご尊像でございます。そのご尊像に対するお給仕のご奉公を心の丈を尽くして務めたいと思って、今で14年ほどになるが、夏も冬もそれぞれ大変だった。しかし心の底には誠の楽しみがあった。今勤めているご奉公の功徳は計り知れるほど広大で、ご偶像の大願もこの日々のご奉公から成就するものであったから、そういうことが分かったからである。おのおのも苦笑信仰の務めを怠らずにさせていただけば、未来の若光浄土参拝は申すまでもなく、今生きている間のお願い事もすべて成就することを疑ってはいけない。これは御仏の嘘偽りのないお言葉、如来無孔毛の金言なり、このように仰せられたご指南でございます。お寺一家寺を護持していくにも、一つの奥義を発展をさせるにも、それぞれ他の方には知れぬ苦労があるでしょう。しかしそれが仏道修行というもので、この苦労にくじけてしまっては何にもなりません。この苦労は自分の信心前を御仏やお祖師様が試してくださっている、こう思えば、むしろこの苦労がもっともっと多ければ、功徳もいっぱい積ませていただける、こういう喜びの心に変わってまいります。皆さんがこの心で痛い同心となって喜んでご奉公をさせていただけば、ご無図はもっともっと発展をいたします。その功徳で皆さんも今生の幸せと未来の安穏を約束されるのであります。このことをお教えくださいましたご教科でございます。苦しみてつとむる中におのずからありとしきけり御仏の道、本門八本諸賢上如諸伝本人下主の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。Thank you.
白衣薄在小小滅官人よりぶ新人至るまで保ち立て祀る本物の本尊本物の階段本物八本書見如如書伝本人的主の南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経諸賢上如諸伝本人下主の南無妙法蓮華経南無妙法蓮本部を代表して本部長藤本日雄氏がご挨拶を申し上げます。ご一同にありがとうございます。報酬本部を代表してご挨拶をさせていただきます。ただいまは門祖日流上人550回御恩期記念大法要第3日目第4座を高尊小山日常上人ご親衆のもとご報酬をしていただきました。全国よりご遠方にもかかわらずたくさんのお参詣を
賜りまして心より随喜申し上げます。さてこの度の門祖日流上人の550回目の5年忌をお迎えするため、宗門は平成22年度より3年間にわたり法恩御奉公として仏流菩薩を育てる運動をスローガンに展開してまいりました。今日ご参詣の皆様方もそれぞれのご自望で愚図の人づくりのご奉公に取り組んで来られたことと存じますが、残念ながら成就には至りませんでしたが、ただ、させていただいたこのご奉公は、決して無駄にはなっていないと思うのでございます。確かに、愚図の人作りには時間がかかりますが、3年間努力したご奉公が、未来に新たな愚図の人、仏流菩薩が育つ種まきをさせていただいたのは間違いございません。そんな意味では、宗門はこの御恩期を契機に、来る平成29年に向かって、開道日蓮聖人のご生誕200年にご奉公を定めまして、今回の人づくりを継承する仏流開化運動をスタートさせていただくことになりました。その内容は経家の花、2番目には清秀と造花の花、3番目には薬中後継者養成の花、そういった花をそれぞれ咲かせる運動でございます。蓮龍泉三祖の法灯を正しく継ぐ素晴らしい仏流信心をより多くの人の心に届けるために、人づくりに早速着手をしなければならないのでございます。本日の御恩期への本山御法前へのこのご参詣が、私たちそれぞれの信心の新たな出発になりますことを心からご期待申し上げる次第でございます。なお最後になりましたが、今回の記念大法要のご融資はもとより、宗門三大奉納金等のご奉公の説には、それぞれご尽力をいただいておりますこと、合わせて御礼申し上げる次第でございます。なお、皆様方の一路平安、無事帰山帰宅をご祈念申し上げて、法宗本部のご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。いよいよこの座のフィナーレとなります。過去3年にわたるご奉公を締めくくり、次の目標である平成29年仏流開道日蓮聖人ご生誕200年を目指し、心新たに未来へ向けて共に大きな一歩を踏み出しましょう。最後に門祖日流上人550回御恩期テーマソング諸人和を斉唱いたします。その場にお座りのまま前方の画面をご覧になってご斉唱ください。
もちまして、門祖日流上人550回御恩期記念大法要第3日目第4座を終了いたします。このあと係の者が誘導いたしますので、その場にお座りのままお待ちください。なお、本日物流会館では仏具、京都のお土産のほか、震災復興支援の物産市が行われています。ぜひお立ち寄りください。皆様、お手回り品、お忘れ物のないようお気をつけください。繰り返しますが、この後係の者が誘導いたしますので、その場にお座りのままお待ちください。お参詣いただきありがとうございます。